スタバ冬の新作ドリンクまとめたで、11月1日から新作始まるんやけど、情報多すぎるから今回はドリンクだけ紹介するな。まずはこのマカダミアホワイトスノーチョコレートフラペチーノ、トールサイズのみで店内価格は700円。ほんでこっちがマカダミアホワイトスノーモカ、ホットとアイス全サイズあって、トールサイズの店内価格は600円。通称初雪フラペチーノって言われるこのフラペチーノは、マカダミアホワイトチョコフレーバーのソースが使われてて、ホイップの上にはホワイトとライトブルーのクラッシュキャンディーとシルバーシュガーがトッピングされてんね。ほんで中にはイギリスの伝統菓子でもあるホワイトチョコレートファッジが入ってて、上はカリカリ、中はシャリシャリの食感らしい。こっちのモカはマカダミアホワイトチョコフレーバーソースとエスプレッソ、ミルクが合わさったベースにホイップとクラッシュキャンディ、シルバーシュガーがトッピングされてて、ビターな甘さに仕上がってるみたい。ほんでこの他に冬の定番ジンジャーブレッドラテ、クレームブリュレラテ、ジョイフルメドレーたちも登場。知らん人のために簡単に説明すると、これは癖になるスパイス強めの大人ラテで、これは名前の通り超クレームブリュレ味の甘めのラテで、これは3つの茶葉がブレンドされた、とにかくフルーティーでめちゃめちゃいい香りがする紅茶っていう感じなんやけど、伝わるかな。なんか質問あったらコメントして。この次はグッズの新作情報をまとめて紹介するな。